こんばんは。融資を受けない理由ね。いや、だと思いました。吉谷さんらしいですね。私はね、融資を受ける方でも、まあ、要するにね、キャッシュフロー的にはお金を借りようと売り上げを上げようと現金を手元に置くっていう意味では同じだと私は思ってるんですよね。またね、この融資を受けるときに何がネックかっていうと、これ金利なんですよ。金利がないっていうことは、それは利益を出してるってことなんですよね。これ非常に重要でですね、なんでお金ってなくなっていくのかっていうと、これ金利を払ってるから、月末に金利を払ってるから、働いても働いてもお金がたまらないんですよね。で、金利がないっていうことは、実質的に年間で 10% ぐらいの利益が出てるってことなんですよ。まあ金額にもよりますけどね。私は今回ね、持続化給付金、その他コロナ融資、その他今回の感染症騒動に携わる、まつわるいろんなね、制度をね、もう徹底的に使いまくって1億円の台に乗せていこうかと思ってるんですよね、この1年で。で、早速もうだいぶその1億円の何割かを作ってますんでね、これはやっぱそっちの方進んでよかったなと思います。で、吉田さんが言われたように、融資を受けると資金的に楽になって、ちょっとね、甘えが出ちゃうってところ本当によくわかるんですけども、私はね、融資を受けたくて融資を受けるわけではないんですよ。実は金銭的には全く困ってないところから融資を受けたのはなぜか、それはね、融資を受ける段取り、融資を受ける時の交渉、そして書類の書き方、こちらの方をね、自分がプレイヤーとなってやることによって多くの方のサポートができるっていうところなんですよね。まさに私もプレイヤーなんですよ。隠居しながら誰よりもプレイヤーやってるんですよ。でも多くの方はビジネスの現場にいながらあんまりプレイヤーやってないんですよね。コンサルティングという人はね、まさに現場にいないのにコンサルティングしてるんですよ。いや、なんかね、お笑い話じゃないんですけども、飲食店を経営したことがない人が飲食店のコンサルとかやってる例っていうのは本当に山ほどありますよね。本当ふざけるなと思いますけども、そういう人に依頼する店舗の経営者さんもいるんで、しょうがないですね、これはね。そういうことなんでしょう。で、私は今ね、持続化給付金はじめコロナ融資、それぞれ100件以上のお問い合わせをいただいて、それをね、申請にまで結びつけております。ですんで、多分ね、このネットビジネスとか YouTube とか、なんかこの辺の界隈で、私はね、コロナ融資とか持続化給付金とかね、むちゃくちゃ詳しいんじゃないかなと思います。場数も踏んでますしね、この短い間に。だからかなりね、私はアドバイスにも自信があって、実際に全く手をつけてなかった方とか、確定申告めちゃくちゃだった方の、今回のね、持続化給付金を成功させたりとか、コロナ融資を1000万融資に導いたりとかしてるんで、結構私はね、金融コンサルタントと自称しても怪しいですね。やっぱね、やっぱ言わない方がいいですね。単なる私はコンサルタントではなくて雑談でございます。単なるアドバイスです。コンサルタントなんてね、得の高いことできませんよ。ただ求めている結果に結びつける、それだけですよね。コンサルタントっていうのは、求めている結果に結びつかなくてもコンサルタントでしょ。私はコンサルタントではないですけども、求めた結果に近づけるための、まあ何と言いますかね、まあいろいろと取り組みができるってことですか。で、気づいたことがありますっていうよりも、前から気づいてたんですけども、ほとんどの方、30代40代50代ほとんどの方は読み書きできませんね。話す聞くできないですね。これ4大能力がないですね。特に書類がもう全然ダメと。本当はね、日本語で書く書類がほとんどの人ができないと。それから今回の持続化給付金内で、ね、コロナ融資の申し込みに対しても、申し込みの携帯っていうのは公式サイトで出てるんですよ、中小企業庁のね、それから日本政策金融公庫の公式サイトで出てるんですけども、それがね、日本語で書いてあるのにほとんどの方は読めないというね、で私に聞いてくると、何なんでしょうかねって思いますけども、本当にね、情報があってもその意味が分からない、読めないっていう、こんな形でね、ビジネスの世界に入ってきてるわけですから、それは私ビジネスだったら勝ちますよ。だから申し訳ないけど勝つ。読み書き聞く、それから伝える、この4つの能力だけで私やってるようなもんですけども、ほとんどの方は読めない、聞かない、伝えられない、なんか本当にね、もったいないと言いますか、書類が書けないっていうのがどういうことなのかなと。あとね、
自分でビジネスしてる割には開業届も出してないし、法人も作ってなくって、本当潜り状態なんですよ。そんな状態ですから、当然ですけど確定申告もデタラメと、まあ、そういうのね、まあ、結構見ましたね。だからこういう風な形で、多分これは私が見ただけではなくてほとんどがこうなんでしょう。きっと経営者っていう人はたくさんいるんですけども、多分ね、経営者としての社長としての仕事はほとんどできてなくて、それこそさっき言ったのとなんかね変な感じになるんですけども、社長のくせに現場をやってるんですよね。現場をやるんじゃなくて、やっぱり見せるために現場をやるっていうのは大切なんですけども、大元は人を育て環境を作ること、これが経営者の仕事だと思うんですよ。そして経営者っていうのはどっからかお金を持ってくる、それがね、あの融資だろうとなんだろうといいわけですよ。お金があれば、いつもお金がある状態にしておけば、本当に融資もね、無限に受けられるんだったらずっと融資でいいわけじゃないですか。でも融資ってのはリミットがあるから、それまでに実際の売り上げを作んないといけないっていうことになるわけですよね。金利を払いながら元金を返すみたいな流れも作っていかなきゃいけないんですよね。さあ、いろいろと話しましたけども、私の場合はそのお金を借りるにしても、給付金をもらうにしても、私がプレイヤーとしてそれをしかも動画で公開していくわけですよ。で、同じようにやったら同じような結果が出ますんで、私がね、あのこんな制度あるよ、あんな制度があるよって言って吠えてもなかなか難しいんで、私が真っ先にやるんで、だから皆さんも見といてくださいみたいな、まあ今までと変わんないですね。アフィリエイトにしても、カジノ利権にしても、その他のことに関しても、私がやったことを見てどう思いますかと。同じようにやりたい人は同じようにやってください。動画をお渡しします。いやいや、そんなことやりたくないですよ、他のことやりますよ、もしくは他のことを教えてくださいよって言えば他のことをお伝えすると、それだけかなと思います。さあ、今回余談ですけども、今日こんなのが出ました。文化庁ですよね。文化芸術に関する各種支援のご案内ということで、金額すごいですよ。400万、300万、1000万、3000万、20万、150万、5000万、4000万、5000万、100万、600万、300万、1500円っていうふうな形でね、相当でかい金額で、こういうふうなね、文化庁、文化芸術に関する各種支援のご案内って出てますけども、これも書類の書き方一つです。どういうふうに自分が文化芸術に関わってるのか。例えばね、コンサートの照明係とか、それから音響の人、この人も対象ないです。それからあとコミケと言われる同人誌の活動がありますよね。これも中止になってます。売り上げなくなってます。そうなんですよ、こういう人たちも対象です。ちゃんと個人事業主として同人誌活動やってるか、コミケ活動やってるか、オタク活動やってるか、確定申告がごまかさずにやってるのか、そういうところも非常に重要になってきます。あのやっぱり趣味だけでは、趣味の延長ではできない世界っていうのがあるわけですよ。それがプロの世界です。で、プロの世界でプロとして活動してれば、こういった取り組みがあった時に自分に該当する形でね、書類っていうのは書けますし、そこに、一つも矛盾がない形で押していけるわけなんですよ。すごいですね。今回フリーランスの方も対象ですよ。ですんで、例えばね、劇団の方、劇団員の方とかいるじゃないですか。地方のなんとか劇団っていうのがありますよね。そういうふうな劇団の劇団員の方、ね、活動できてないと思います。ステージできてないと思います。ピアノ教室の先生もコンクールで出れなかったはずですね、いろんな形でチャンスを奪われ、ステージを奪われ、収入のその手がかりをね、なくなったわけですから、こういうふうなことを活用していけるわけなんですよ。でも、その何て言うんですかね、楽器だけやってるとか作業だけやってるってことで、こういう書類事が苦手だったり、こういう情報をね、もう知らなければ、せっかくの制度を使えないわけですよね。私はね、これからもそれあなたに該当しますよっていう気づきを与えるような動画をね、作っていきたいと思います。持続化給付金に関しましては、私は100件以上の申請をお手伝いできました。1人が100万を受け取るとして、もう1億円以上の市場を築いていることになります。そして私自身は今回の感染症騒動に関わる様々な補助でですね、この補助で1億円の2020年の売り上げを作ろうと思っております。もう何割かできてますんで、1億円っていうのも変な話じゃないかなと思ってます。結構見通しがあると思いますよね。まあ、1億円作ってあるぜみたいな気持ちですよね。はい、今回以上です。1億円作るぞ。